スイッチには2つの種類があります。押している時だけオンになるものと、指を離してもオンし続けるものです。左側、押している時だけオンになるスイッチのことをモーメンタリースイッチ、または自己復帰型スイッチと言います。そして右側のような指を離してもオンし続けるスイッチのことをオルタネイトスイッチ、または自己保持型スイッチと言います。今回はモーメンタリースイッチを使ってオルタネイト動作させるための回路を作ります。これがその回路です。デジタル回路に慣れている人ならば解説するまでもありませんね。スイッチのチャタリング防止回路の動画で紹介したこの回路に TFF を追加しただけの回路です。簡単です。もしチャタリング防止回路の動作についてお知りになりたい方はこちらの動画をご覧ください。T フリップフロップの動作はこんな感じです。まさしく押したらずっとオン、押したらずっとオフという動作をします。とても簡単ですよね。この回路をブレッドボード上に組んで動作を確認してみましょう。この小さな基板についてはこちらの動画で紹介しています。このチャタリング防止回路をプリント基板にしたものです。この14ピンの IC は汎用ロジック IC の7474です。独立した D フリップフロップが2つ入っています。 DFF を使って TFF を作ります。これが DFF を使った TFF 回路です。なんでこんな面倒くさいことをするのか、なぜ TFF を使わないのかということなんですが、実は汎用ロジック IC の74シリーズ、54シリーズには TFF が存在しないんですね。CMOS 汎用ロジックの4000シリーズにも TFF はありません。ですから汎用ロジック IC のフリップフロップは D と JK と RS になります。もしかしたら TFF は DFF で簡単に作れるのでわざわざ製品にしなかったのかもしれませんね。あれば便利だったんですけどね。デジタル LSI 設計ではいろいろな場面で TFF を使いました。もちろん DFF も使いました。でも私の場合は JKFF を使うことはありませんでしたね。 D と T でことが済んでしまって JK を使う機会がありませんでした。では動作を見てみましょう。モーメンタリースイッチを押してみます。はい、このようにオン状態を維持していますね。もう一度スイッチを押してみましょう。オフの状態を維持しています。ちゃんとオルタネイト動作をしていますね。再度スイッチを押してみます。はい、オンを維持しています。押してみます。オフの状態を維持していますね。オルタネイト動作をしています。モーメンタリーオルタネイト変換回路を紹介しました。皆さんの電子工作の参考になれば幸いです。今回もご覧くださりありがとうございました。